リリス。リリス。リリスは、ユダヤの伝承において、男児を害すると信じられていた女性の悪霊である。リリトとも表記される。通俗語言説では、夜を意味する、ヘブライ語のライラーと結びつけられが、古代バビロニアのリリト、口述が、語言とも言われる。旧約聖書では、イザヤ書34、14に言及があるのみで、そこでは、リリス、標準。 ヘブライ語では、リリト・リリトは、夜の妖怪か動物の一種であった。古代メソポタミアの女性の悪霊、リリトがその素形であるとも考えられている。ユダヤ教の宗教文書タルムード及び、ミドラー種においては、リリスは、夜の妖怪である。しばしば最初の女とされるが、この伝説は、中世に誕生した。アダムの最初の妻とされ、 アダムとリリスの交わりから悪霊たちが生まれたと言われる。その、リリスの子供たちは、ヘブライ語で、リリンとも呼ばれる。アダムと別れてからもリリスは無数の悪霊たちを生み出したとされ、13世紀の河原文献では、悪霊の君主であるサマイルの判侶された、口述。サタンの妻になったという俗説もある。現代ではリリスは、女性解放運動の象徴の一つとなっている。 ヘブライ語のリリースとアッカド語のリーリートリラトゥーは先、セム語のゴコンライル、夜から来た女性型に、スバ形容詞であり、辞義的には、夜のつまり、夜の女性的存在になると、一般的に言われている。しかし何人かの学者は、ゴコン、ナイルをもとにした語源論を否定し、リーリートの起源は、嵐の妖怪である、と考えた、下記参照。 この説は彼らによって引用されている、設計文字文書によっても裏付けれている。夜との関連は、おそらく初期の民間語言説によるものだろう。対応するアッカド語の男性名シリールにはニスバ説字が存在せず、むしろ、シュメール語のキスキルリラ、キスキルリラと比較されている。リリスは、シュメール語の ギルガメシュジョ女ジシジョに見える女性の妖怪騎士キルリル、ラーケキシキルリル LA ケと同一視されてきた。リリスの現れる箇所は SN クレーマーの訳によると、ボルケンシュタインは同じ部分を次のように訳している。上に引用した、ギルガメシュジ女ジシの下りは、おおよそ前1950年頃のバーニーの浮き彫り、ノーマン・コルビルコレクション、ノルマン・コールビルコレクションに当てはめられることがある。 そこには、足が鳥の鍵爪になり、両脇にフクロウを従いた姿の女性が彫られている。この同一詩における重要なポイントは、鳥の足とフクロウである。この浮き彫りはおそらく、ギルガメッシュ女子の妖怪キシキルリルだけか、その他の女神を表現したものだろうと考えられているが、実際のところ、リリスとの関係は希薄であり、おそらく近帝約聖書における、リリスの役もスクレチアウル。 キーキーなくフクロウ、あるいは、このはずくか、メンフクロウに引きずられたものだろう。非常に類似した、同時期の浮き彫りは、ルーブル美術館に所蔵されている、AO6501。これらの浮き彫りの後には、およそ1000年ほどの空白期間がある。次に現れるのは、全9世紀頃のバビロニア悪魔学からで、そこではと呼ばれる、吸血鬼のような精霊が知られている。 こうした妖怪は、闇の時間帯にさまよい歩き、新生児や妊婦を借り、殺す。悪化どものリリトは、アルダと、リリ、アードットリリー及びイドル、リリ、アイダルリリーと三の体をなす。上記のように、おそらく、これらの存在は、嵐の精霊であり、シュメール語のリルリル、大気、風に由来する、夜との関連は、セム語の民間語言説なのだろう。初期シュメールの神話には、 アダパが、ハエの翼を破壊したという物語があるが、それ以来彼女、南風は人類に敵意を抱くようになったらしい。この風は神々の王、エンリルの妻であるニンリルと関連付けられている。ある神話の断片によれば、エンリルがニンリルを強姦し、その罰として彼はエレシキガルの領地である冥界へと追放され、ニンリルは強姦のドラウマに苦しめられ、世界を放浪した後、 エンリルを追って冥界へ降り、男性への復讐を誓った。シュメール神話からバビロニアのアッカド神話への移行における変化によって、風の女神人リルは、彼女の二人の召使い、アルダトリリを呼び移動るリリと共に、リリトゥ、イツは、アッドゴの女性建設美人になったのではないかと、考えられる。アルスランタ種のリリス女魔法、アレッポ国立博物館と呼ばれている資料は、 偽造ではないかと疑われているものの、もし神聖なものだとすれば、大体前7世紀頃の飾り板であり、そこにはスフィンクスのような怪物とメス狼が子供を食っている様子が描かれ、フェニキア文字でスフィンクスのような怪物をリリ、リリーと中記している。リリスとフクロウとの関連がいつ頃に遡るのかについてはわからないが、 おそらくこの鳥が吸血性の夜の精霊だとみなされたことによるものだろう。この習俗は古代ギリシアにおいて広まり、復讐の女神エリーニュスや夜の女神ヘカテイに、それを確認することができる。エドムの後輩について書いている、イザヤ書34章14節は、旧約聖書の中で、唯一リリスについて言及している箇所である。シュレイダー、ジャブク FR。 プロタステンティシティーロージー1128トレビ ZDMGQ470484 はリリスはバビロン補修によってユダヤ人たちの間に知られるようになった夜の女神であると考えた。しかしリリスが妖怪というよりは女神であるという証拠はない。イザヤ書の成立は全六世紀頃でこの時期はむしろバビロニアの妖怪。 リリクが研究されている時期と一致している。ブレア2009によるとリリスは豊かである。72に約聖書は適切な訳語がなかったためだろう。リリスをオノケンタウロス、アナケントロスと翻訳している。前の方にあるヤギの魔人もダイモンオノケンタウロス、ダイモナナケントロスと翻訳されている。この節におけるその他の部分は除外されている。 ヒエロニムスはリリスをラミアと翻訳した。ラミアはホラティウスの死の技法三百四十に見られる子供をさらう貴女でギリシア神話ではリビュアの女王でありゼウスと結婚した。ゼウスの妻である女神ヘイラーはゼウスに無視されるようになってからラミアの子供たちを奪った。それ以来ラミアは他の女性の子供を奪う怪物になってしまった。 近帝訳聖書におけるスクレッジアウルというわけには前例がない。これは三十四章十一節のフクロウ、ヤンセップ及び大きなフクロウ、クワイパスとともに翻訳するのが難しいヘブライ語の単語をその部分の雰囲気に似合ったそれらしい動物を選ぶことによって訳しようとしたのではないかと思われる。神聖男児の活例の時リリンから守るために 首の周りに三つの天使の名前が書かれた五符、口述を置くという風習がある。この伝統は、リーリスが中世の文筆家による創造ではなく、より初期のヘブライ神話にも存在していたという議論に重みを与える。また、ヘブライには、リーリスが男児だけを狙うので、この妖怪を騙すために、男の子の髪を切るのをしばらく待っておく、という風習もある。司会文書に、 リリスが登場しているかどうかについては、議論がある。そのうちの一つは疑う余地のない、賢者への歌、49510から511の中の研究であり、そしてもう一つは、A. バウムガルテン、A. ボウムガートンによって発見された、男たらし、4984における、おそらくそれらしい引用である。前者の、反論しようがない49450断片1の、歌には、 以下のようにある。この典礼文書は、イザヤ書34、14と禁煙関係にあり、超自然的な敵対存在への注意を喚起すると、共に、リリスがよく知られていた存在であったということも、教えてくれる。しかし、聖書のテクストから、区別されるのは、このくだりが、以下、なる、社会、政治的な議題においても機能しないということであり、むしろ、悪魔払い。 四九五百六十や悪霊を追い払う歌、十一九十一同様の役割を果たしており、呪文によって構成されているアルスランタ種の浮き彫りと比較せよ。こうした精霊たちの力に対して、偉人たちを助け、守るために利用されたのだ。クムランで発見された他の文書の中では、従来、神言と関係していると思われたものが、どうやら危なくて、でも、 魅力的な女性というリリス描写の伝統に沿っているものだと考えられるようになってきた。4984の男たらしである。全一世紀か、おそらくはもっと遡る。この鹿は危険な女性について述べ、続いて彼女との遭遇に注意するように言っている。これまではここで言う女性とは、深言の第二章と五章に見られる、よその女のことだと思われていた。 確かにその平行関係は明らかである。しかしながら、真言における、よその女という表現は、クムランにおいては、男たらしとなっており、説明がつかない。真言に、表現されている女性は、疑いなく友女のこと、あるいは少なくともそのうちの一人の表彰であり、テクストを共有していた人々にとってはよく知られていた、職種だった。対照的に、司会文書における、 男たらしは、特に禁欲的なクムランの共同体にとっては、縁のなかった社会的脅威、つまり優女の表彰ではありえない。となると、司会文書は神言におけるイメージを利用して、より広い意味での超自然的な脅威、すなわち女の悪霊リリスを衝突したのではないかと、考えられるのである。タルムードがリリスについて言及することは稀であるものの、そのくだりは、 リリスについての包括的な視点を与えてくれる。それは、メソポタミア起源としてのリリスと、創世記における謎の聖書解釈術を用事させる、彼女の未来の双方を反映するものである。例えば、タルムードにおいてリリスは、翼と長い髪を持つとされているが、これは現存する最古の言及、ギルガメッシュ女児史にまで遡る。すでに、男たらしで暗示されているが、 タルムードにおける特徴的なリリスについての言及は、その不潔な肉欲であり、ここでは男性たちが寝ている時に性的に彼らに近づくために、女性の姿を取る女悪魔についてのメタファーとしてまで、拡張された。しかしながら、タルムードに見られる最も個性的な認識は、エルヴィン編の最初の方にある。そこには何、世紀にもわたって続く。 リリス神話を不注意にも運命づけた責任がある。エルビン編18ビットとシャバト編151ビットを、ゾウハルの、彼女は夜に徘徊し、人の息子たちを悩ませ、彼ら自身を怪我すようにする、19ビットを比較すると、明らかなのは、タルムードのこの下りがアダムとリリスが一緒になるのを、嫌っているということ示唆している、という点である。カバラの文献である十三世紀の、 作法の流出についてによると、リリスは、サマエルの妻である。その他、おそらく、ベンシラのアルファベットに影響されて、彼女は、アダムの妻ということになっている、ヤルクトレウベニ、ヤルクトレウベニ、ゾウハル一、三十四ビット、三、十九。創世紀一章二十七節の下り、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。 男と女にかたどって創造されたアダムのあばら骨からイブが誕生する前の不死であるからアダムにはイブ以前に妻がいたという伝承が生まれたこの発想は創世紀2時21分のイブがアダムのあばら骨もしくは脇腹から作られたという記述との矛盾を解消しようとするものであったと考えられるリリスがアダムの最初の妻であるとした中世の文献はで 8世紀から11世紀頃にかけて執筆された著者不詳。それによれば、アダムの最初の伴侶となるはずであったリリスは、アダムと対等に扱われることを要求し、同じく土から作られたのだから平等だと主張して、アダムと口論となった。リリスは神の名を叫んで飛び出し、公海沿岸に住み着いた。アダムは神にリリスを取り戻すように願った。 そこで三人の天使たちが彼女のもとへ使わされた。セノイ、サンセノイ、セマンゲロフという三人の天使たちである。天使たちは、後悔で、リリスを見つけ、逃げたままだと毎日、子供たちのうち百人を殺すと脅迫したが、リリスは、アダムのもとへ戻ることを拒絶した。天使たちがリリスを海に沈めようとすると、リリスは天使たちに答えて、私は、生まれてくる子供を苦しめるものだ。 ただし、三人の天使たちの名の記された五符を目にした、時には子供に危害を加えないでやろうと約束したのである。ベンシラのアルファベットの背景と目的はよくわかっていない。この書物は聖書とタルムードの英雄たちの物語修正であり、民間伝承を集めたものなのだろうが、キリスト教やカライ派などの分離主義運動に反駁するものでもあった。内容は、 現代のユダヤ教徒にとっても攻撃的なものなので、これは反ユダヤ主義的な風刺であるとさえする説もある。とはいえ、どちらにせよ、このテクストは中世ドイツのユダヤ教を神秘主義者たちに受け入れられた。ベンシラのアルファベットはこの物語についての現存最古の資料だが、リリスがアダムの最初の妻であるという概念は17世紀頃、ヨハネス・ブクストルフのタルムード語以習。 にってようやく広く知られるようになったに過ぎない。リリスの伝説に基づいた文学作品にアナトール・フランスのリリトの娘、ジョージ・マクドナルドのロマン主義的幻想小説、リリスなどがある。エルサレムのイスラエル博物館所像の18.19世紀のイランの新生児用語フは鎖につながれたリリスを描き、両腕の下には鎖につながれたリリスと書かれている。 黄金の夜明け岩の河原体系では、リリスは夜の女王にして悪霊たちの女王とされ、生命の木の大獣のセフィラであるマルクトのクリファに位置づけられている。アレースタークローリーのデアーテマジカではリリスはサキバスとして登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。